Going well. I thought you liked me, and I know we only went out for a few dates, but I really liked spending time with you. But you just never struck me as the type of guy that would leave a girl waiting for hours and then just never show up. Is that who you are? I just hope you're stuck on a train. Daikon Nansha is illuminated at night by over 120 light bulbs that glow in over 16 different patterns. On a clear night, you can see as far as Tokyo Tower. お前相当やんちゃだったからな。私が？お兄ちゃんの方がよっぽど悪いことしてたけどね。俺も親の言うことちゃんと聞く好青年だったろ。女遊び、テレビゲーム、葉っぱ。バカ、そんなの学生の頃なんてみんなやってんだろ。でもさ、あの頃お父さんもお母さんも全然気づいてなかったよね。いまだにな。さすが。どうした？なんかあった？実は今日大事な話があって。かなり前から真剣に付き合ってる人がいます。誰だよ。いや、お兄ちゃんの知らない人なんだけど。俺の知らない人？お前の友達ならみんな知ってんだろ。地元の人、まさかヒカルト？卒業してから一回も話してないよ。あんなに仲良かったのに全然話してないの？全然話さない。あの頃からはいろいろ変わってきたからね。何にも変わんないよ。同じ町、同じ景色、ケンジ、同じ車、同じ仕事、ケンジ、同じ観覧車。
ケンジ、私レズビアンなの。何言ってんの、嘘でしょ。嘘じゃない。いや嘘だろ。嘘じゃないよ。いやそんなわけないだろう。だってお前男と付き合ってたじゃん。いきなり女の子と好きになるとかありえないだろう。なんでそんなことわかるの。何か。お兄ちゃんレズビアンの気持ちなんて何にもわかんないじゃん。私は生まれた時からレズビアンで、高校の時初めて気がついたの。え、なんで気がつかないの。気がついてないのはお兄ちゃんの方でしょ。私はレズビアンであることを隠してるつもりはなかったよ。いや俺に言ってないってことは隠してるのと一緒だろう。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼント、サプライズパーティー。何の話だよ。秘密が全て悪いことじゃない。お袋が受け入れてくれるわけないだろう。お袋がこの話。お母さんもう知ってる。お母さん知ってるの。この場所でなら私がちゃんと伝えられるんじゃないかってお母さんが言ってくれたの。どういうことだよ。だからこの場所を選んでくれたのはお母さんなの。ここならお兄ちゃんが怒らずに私の話聞いてくれるんじゃないかって。お袋はもう知ってんだ。お父さんも知ってる。友達もみんな気づいてるよ。お兄ちゃん以外ね。なんでだよ。だってこうなると思ったから。レズは嫌でしょ。しかも妹がレズビアンなんてさ。俺がレズのことで怒ってると思ってんのか。だってそうじゃない。ふざけんなよ。お前の方が俺のこと全然分かってないだろ。俺が怒ってんのは俺以外のやつみんながそのこと知ってたことだよ。そのレズだってこと、俺が受け入れられないただの単細胞のバカだと思ったのかよ。バカだと思ってないよ。そういうことじゃない。私にとって一番大事な人だから。お兄ちゃんは親友だと思ってるから。親友に否定されたら生きていけないよ。辛すぎて壊れちゃう。だから隠して生きていくことにしたの。なんで今。結婚するから。誰と。彼女の智子と。智子。智子。智子は優しくて可愛くて一緒にいるとすごく楽しくてしっかり者でチャーミングでお兄ちゃんに会いたいって言ってる。なんで。私がいつもお兄ちゃんの自慢話ばっかするから。そんな素敵なお兄ちゃんだったら絶対仲良くなれるって。家族になりたいって。結婚したら俺は何？義理の兄貴。てか同性婚ってさ、義理の兄貴みたいなことあるの？あるよ。お兄ちゃんはずっとお兄ちゃんのまま。ただ妹が一人増えるけどね。
変わんないよ。俺はまだお兄ちゃんだろ。これからもずっと死ぬまでお前のお兄ちゃんだろ。おめでとう。